がえー、なんとなんと、えー、イスラエルはですね勝利したんですねできたての国生まれたばかりの国がですねもう次の日に戦前布告を受けてそしてイスラエルは、えー、戦わなければなりませんでした武器もあまりなかったししかし神様はイスラエルを守ってイスラエルがイスラエルに勝利に導いたんです イスラエルの独立記念日はユダヤ歴で数えるので毎日違うんですねやそこのところはねちょっと分からないんですね、えー、毎年違うのか、えー、5月5日に決まってるかちょっと分かりません湊さんおはようございます独立記念日万歳イスラエルへのテロ行為のために覚えてえイスラエルへのテロ行為のために覚えてお祈りくださいウクライナだけではありませんアリサさん ヤコブさん、はい、やっと電波戻りました。やっと電波戻りました。申し訳ありませんでした。だいぶ長くかかりました。平和炭酸、白滝さんえ。それでですね、ここはちょっと置くところがないですね。はいここはちょっとお機材を置くところがありませんが、えー。それでえー、と、もう一度ちょっとね、えー 話を戻しますが、その平和じゃなくて独立記念日のことをですね、えー、独立記念日のことを、読む、アマツウートと言います。読むあ、アマツウート。独立記念日ですね。読むっていうのは非という意味ですね、非々。アマツウートが独立だと思います。そして昨日の5月4日はね、 5月4日のことを読むはしか論読むはしか論といいますこれは何の日かというと、まあ、独立のために戦ってきた戦って死んだ兵士や独立のために死んだ人たちを追悼する日が5月4日だそうですねそのその日と5月5日がまあ くっついていてるわけですね湊さんイスラエルという名は旧約のヤコブから与えられた祝福の名であり場所です、えー、そうですねヨムキプールの「ヨム」ヨムキプールは大食材日ですよね「ヨム」読むというのは「火ということですねはいそういうわけで、えー、皆さんイスラエルの独立記念日は、えー、どういう意味かというとですね死んでいたイスラエルが蘇った 死んでいたイスラエルが蘇ったということで、まあ、イエス様の復活にちょっと、えー、かぶさるんではないかと思うんですね。イエス様も十字架で、えー、死なれて、そして三日目によみがえりました。イスラエルは逆にですね、逆にイスラエルは、えー、イエス様を拒んで死にました。 イエス様を拒んで死にましたけど、えー、この終わりの時代に、えー、よみがえりました。イスラエルは1948年によみがえったと言えるでしょう。イエス様の復活と被るのです。えー、そして、えー、それはですね、えー、はい、アリエルさん、はい、それはですね、えー そのイエス様がイエス様が十字架にかかったのは私たちが霊的に生きるためですよね、えー、イエス様が死なれたのは私たち一人一人がイエスキリストと信じる者がイエスキリストと信じる者が、えー、復活するためなんですねはいユウさん 元 JW です JW っていうのはね J4WITNESS、えー、でモノミノ塔のことを JW って言うんですねですから元 JW っていうのは元モノミノ塔の人だったということですねはい、えー、それではですねそして皆さんイスラエルは、えー、その独立の次の日に、えー、周りのイスラム国から 戦線布告をされてそして1年1年近く戦って勝利したんですがそのその,そのことをですね、まあ、第一中東戦争というんですで第二次第三次第四次まであったのこの、まあ、第三次か第四次ぐらいまであったんですがそれをことごとくイスラエルは勝利したんですそれはまさに 奇跡なんですねその小さな国独立したばかりの国が、えー、6カ国かな6カ国ぐらいのイスラム教国と戦って、えー、その小さな国が四国ぐらいの四国ぐらいの大きさの国なんですその小さなイスラエルが、えー、その6カ国と戦って勝利したというのはこれは神様の介入しか考えられません そして、えー、第2次第3次第4次とイスラエルは勝ち続け,勝ち続けたんですね、えー、旧約聖書にもそういうところがあってね旧約聖書もイスラエルは、えー、いろいろな違法、えー、異教の国々と戦って勝利から勝利しました、えー、旧約聖書はまさに 神の介入によってイスラエルが勝利したというそういう記事がありますそして、えー、今イスラエルは、えー、大きな国面積は小さいですけどその国力国力としては、えー、大きな国になってきましたそれはまさに、えー、まだ74年しか経ってない 74年しか経ってない国が世界の列強に入ってきたこれはまさに奇跡としか言いません言えませんですからイスラエルを見て神の力を見ることができますイス,ラエルイスラエルのイスラエルを見てですね神,が神の力が働いている神の力が働いているもう神が働かなければありえないことが起きているわけですね そういうわけで、イスラエルを見ることはとても大事で、イスラエルは神の証し、イスラエルは神の証しなんですね。サオリンゴさん、イスラエルのレバ,ネレバノン侵攻を、えー、アラブ側は第5次中東戦争とみなしているけど、一般的には4時まで。ああ、そうですか。一応ですね、4時、4時までと言われているそうです。5時というのもあるそうです。 サオリンクさんいつも情報ありがとうございますはいポリンさんありがとうございます確かにですね、えー、まあ年取るとねちょっと喋りにくくなる年取るとですねまあくちゃくちゃになる傾向はあります、えー、申し訳ありません そして今日はですね、今日といってもね、イスラエルは6時間過ぎてますからまだこれからですよね、今イスラエルでは午前1時20分ですから、まあ、これから、えー、イスラエルではいろいろな、えー、式典があるそうです、えー、独立記念日は、えー、多分ですね、イスラエルでとても大きな、えー、記念日だと思います。 あポリンさんは医療従事者なんですね医療従事者、えー、ポリンさんね是非結婚するなら信仰結婚しましょうね信仰結婚しましょう、ねえー、クリスチャン同士と結婚する方が良い結婚ができます信仰がなければいい結婚ができませんポリンさんまだ間に合いますね間に合いますので是非 新婚結婚を考えてください桜子ささいい桜んんおはようございますイさん神様はイスラエルを通して戦争を喜んでるんですかいえいえイスラエルはですね戦争を好んでませんイスラエルは平和主義ですねイスラエルは平和主義ですが周りが攻めてくるんですね周りが攻めてきます イスラエルからその戦争を仕掛けたことはないと思います。湊さん、信仰がなければ神に喜ばれることはありません。ポリンさん、えー、まあ、えっ、ー、と、奥さんに求婚された、お、えっ、ー、さんはちゃんとした信仰がないならば結婚してはいけません。えー、ちゃんと神の愛を持って、神の愛を持って、責任を持って、 結婚するためには、えー、強い信仰が必要です、えー、ポリニスさん自身も、えー、正しい信仰がなければ、えー、結婚しない方がいいです多くの結婚は、えー、破綻していますね破綻しています神の,神の愛がなくて神の愛がなくてすぐにメッキがはげてメッキが剥げて結婚が壊れますですから、えー、本当の神の愛 神の愛を持って愛し合うことができなければ結婚は続きませんみさん祈り合う夫婦が幸いですそうですね許し合い祈り合い愛し合う夫婦でなければ結婚しないでくださいね そういうわけで、そういうわけで、今日はイスラエルの独立記念日です。74回目。クリスチャンはですね、それは、まあ、神の国の誕生。イスラエルはね、神の国を表しています。ですから、えー、クリスチャンの場合はね、まあ、教会が神の国と考えます。教会が神の国。つまり、まあ、ペンテコステの時に、ペンテコステの時に、まあ、教会ができたと言われています。 聖霊が下ってこそ本当の神の国聖霊様が下ってきて本当の神ですがイスラエルは、えーそのまあ、目に見える神の国目に見える神の国で本当の神の国ではありません、えー、教会が本当の神の国なんですね大岡さんが生気神ですか <laughs> それは偶像偶像ということですね、えー、ポリンさん大岡さんは自分を神だと言ってるんです そんな人を信じられますか自分を神だという人と結婚するんですかそんなことポリンさんそんなことを信じれますかオカさんがイエス様より上ということは誰が信じるんですか誰も信じませんよ、ね。世界中の誰もですねオカさんがイエス様より上なんて誰も信じ,ます信じ,、えー、信じられませんよ。 サリゴさん、世界中にバラバラに散らばった民族が2000年後に戻って国を作るとか奇跡に近い。そうなんですよ。えー、そうなんです、えー。世界中にバラバラに散った2000年前にですね、散った民族がもう一度国を作るなんていうのはもうこれは奇跡です。もうそれは神様が生きている証拠です。神様の予言が成就しました。 ということは神の言葉は真実だということの証拠です皆さんイスラエルの独立イスラエルの再建はこそこの終わりの時代の神様の奇跡神様の証拠なんです港さん十字架にかかって死んでよみがえった方のみが真の神ですイエスキー人ですアメン えー、ポリンさん、イエス様は愛し合う二人を引き離すのですかそうです、えー。嘘の、嘘の愛で、えー、結びついた二人を引き離し、ポリンさんが本当の、えー、神であるイエス様を信じるように導いているのです。人間を信じてはいけません。ポリンさん、人間を信じてはいけません。神を信じるのです。イエス様を信じるのです。えー、罪人を信じてはいけません。 罪人を信じるのではなく生ける罪のないお方を信じましょうはいえー、それではですね、えー、明石タイミングいきましょう。イエス様を信じて。 イエス様を信じて本当にイスラエルの独立は神の奇跡だということが分かった。イエス様を信じて、2000年前に滅びた民族を、神様の予言通り、神様の約束通り、世界中からユダヤ人を集めて、神がイスラエルという国を作ったのは歴史的な事実。そして74年間イスラエルは繁栄し、世界の強国になりました。 これはまさに聖書が真実だということの証拠。神様がおられることの証拠です。えイエス様を信じて、本当に神は、イスラエルを愛し、イスラエルを再建したということが分かった証。イエス様を信じて、イスラエルは神の国で、イスラム教国から守られてきたということを、 えー、信じることができた証し、えー、アメン、スタート、スタート、スタート。ポリンさん、その通りです、その通りです。のおっしゃるることととをまとめると イエス様を信じない人は離婚して不幸になると。その通りですよ。その通りです。えっ、ー、とですね、えーまあ、未信者の人と結婚してですね、えー、離婚した人たくさんいます。えー、未信者の人と結婚して、えー、その不幸になった人がたくさんいます。えー、しかし、クリスチャン同士が結婚したら、えー、幸せな結婚している人がたくさんいます。 トさん、聖書予言は命中です。イスラエルは神によって建てられた国です。特別に祝福された国だと分かりました。これからイスラエルの祝福のために祈りたいです。アメン。アメン。 ラブコさん、クリスチャン以外は幸せになりません。クリスチャン以外は幸せになりません。ポリンさん、その通りです。ね、それは、桜花さんのためにもですね。桜花さんが救われるためにも、えー、結婚を断って、もう一度、えー、正しい結婚ができる準備をしましょう。ね、今は、えー、正しくないのです。ぜ、え、ひ、ー、ポリンさん、ね、今が、あの、 とても大事な時期です、えー、一人の男性だけを信じるのではなく、えー、正しい意見をアドバイスを聞いてくださいアリエルさんイスラエルはイエス様の家みたいな大事な国ですイエス様も特別な愛情があるのでしょうねそうですよそうですよもちろんイエス様はイスラエルを愛しています イエス様はイスラエルを愛しています。お冬さん、イエス様は日本を愛しているのですかイエス様は日本を愛しています。えー、私はですね、まあ、イエス様は特別に。 日本を愛していいるんじゃないかと思います、えーまあ、特別って言ったらちょっと語弊がありますけど、えー、日本はですね本当に変わった国でイスラエルの文化があって、まあ、イスラエルと関わりがあるので神様がイスラエルを愛しているように、えー、イスラエルほどじゃないかもしれないけど日本も愛してるんじゃないかと思われます。 ワーワーさんキリスト教は何でそんなに自由がなくて排他的なんですかえっ、ー、とですね本当は逆なんですよキリスト教は本当に自由なんですね自由なんですただやはり、えー、良いことと悪いことを見分けなければなりませんポリンさんイエス様は日本人でないのに日本を守ってくれるんですねイエス様は世界を作った神様ですから日本の神様でもあるんです 多くの人はねイエス様は西洋の神だと思ってますけどそうじゃないんです、えー、人間を作った神様ですね人間を作った神なので日本人の神でもあるんですはい湊さん土曜日に決起、えー、大会があるということですねラブソナタの劇大会がある 皆さん祈ってあげてくださいクリコさんそうですイエス様はすべての国を愛していますすべての、えー、国を愛していますエコひいきはありませんエコひいきはありませんしかし神様のご計画の中でイスラエルを特別に愛していますねイスラエルを特別に愛していますだからといって他の国をエコひいきしているわけではないんですね ナトさん、真理が私たちを自由にします。えー、罪、過去の生き方、古い風習から自由にされます。そうです。えー、多くの人は罪に縛られ、悪に縛られています。本当の自由は罪からの自由、呪いからの自由、間違った考え方の自由、えー、クリスチャーになるということは不自由になるどころか、 本当の自由になるんですねアリエスさんなんで私の夢にイエス様が出てこられたんですかアリエスさんは特別に愛されているからですね、えー、アリエスさんは特別に愛されています聖論君さん、えー、子供たちはですね離婚して欲しくなかったのではないでしょうか 子供は離婚によって傷つくんです生老化さんは、えー、幸せかもしれませんしかし子供たちの心の中にそのトラウマがあるのですポリンさん、えー、洗礼は頭からバケツで水をかけるんですか <laughs> い,いえい,いええー、水槽の中に、えー、入って出てくるんです水槽に全身を使って出てきます ガトさん、旧牧師もイエス様を信じた日から、罪、過去の生き方、古い風習から自由にされました。私もです。アメンそれではえ、もう一度ちょっと青空をお見せしましょう。え今日はとても天気が良くて青空です。青空ですね。 でここにですね、まあ、き綺麗なちょっと野の花がありますちょっと野の花も見てもらいましょうね綺麗な野の花がありますなんていう花かちょっと分かんないえー、人間はみんな 野の,花のように野の花のように小さいけど神の栄光を表して、えー、生かされています、えー、今日の放送を聞いて、えー、今日の放送を聞いてああイスラエルが独立したのは奇跡なんだ、えー、イスラエルが独立して、えー、中東戦争で勝利し続けたのは神の介入があって まさにそれは神の証。神がイスラエルを愛し、イスラエルを守っているという証だということが分かった。えー、証拠がある。イスラエルこそ証拠。イスラエルこそ証。えー、<coughs> 目に見えない神様が、目に見えない神様が、イスラエルを通し、クリスチャンを通して働いていることが分かった。イエス様を信じて、 イエス様を信じて、えー、これからはイエス様に従って歩,歩もう、えー、これからはイスラエルをイスラエルのために祈る、えー、祈ろうと思う方アメンと言ってくださいアメンさおのぼりさんこいのぼりもですね、まあ、結局は あの偶像崇拝なんですね偶像崇拝えー、子供をですねまあ本来は神様イエス様にですね捧げなければいけないのにまあ偶像に捧げている子供を偶像に捧げているというよくないことなんですねえー、子供は神様からのたまも、あのなんですね 聖書の中で重要な書はどこでしょうか私はねあのヨハネの13から17だと思いますねヨハネの13から17が、まあ、一番大事じゃないかと思われます人によって違いますね人によって違いますクリコさん帰国後は隔離,隔離期間があるんでしょうか、えー、ある可能性がありますね ある可能性があります天皇と様、まえー、今日は、えー、イスラエルの七7四週目の独立記念日ですイスラエルは、えー、今日は大喜びのお祝いをするでしょう私たちもイスラエルを祝福しますイスラエルを祝福しますそしてイスラエルの独立は 神の国の誕生。神の国の誕生ということで、まさにペンテコステに通じます。えー、ペンテコステの時に教会が誕生しました。神の国が誕生しました。えー、イエス様、私たちは、えー、神の国の国民となりました。イエスキリストを信じる者は神の民、神の国の国民です。えー、神の国の国民として、えー、私たちは会います。 神の国を立て上げます。神の国のために働きます。神の国の中で兄弟姉妹が愛し合って歩みます。どうぞ、アメンと言った方々が、イエス様を信じて、神の国民となりますように。神の国民となり、えー、イスラエルをのために祈り、イスラエルを祝福し、そして、えー、クリスチャンの兄弟姉妹と愛し合う生き方ができますように。 この世から出て、この世の罪の世界から出て、神の国に入ることができますように、一人でも多くの人が、えー、闇から光の中に入りますように、どうぞ、えー、たくさんの人が救われますように、たくさんの方が救われますように、えぇ、ー、王さんの観光変が治りますように、王さんがイエス様を信じて、イエス様を信じて、えぇ、ー、観光変が癒されますように、 観光編が癒されますように。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン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 。え皆さん、えー、今日は、えー、素晴らしい日です。今日はイスラエルの独立記念日です、えー。一緒に喜びましょう。イスラエルの人たちと共に。イスラエルの人たちとともに、えー。喜ぶではないでしょうか。神の国の誕生。 神の国の誕生。まあ、えっとね、6月何時かな ?6 月何時がペンテコステなんですけど、まあ、それが教会の誕生なんですが、まあ、それに被ります。それに被ります。一緒に、えー、神の国の誕生を喜びましょう。それではまた夜7時にお会いしましょう。シャローム、今日は電波が悪くてすいませんでした。電波が悪かったです。ごめんなさい。それじゃあ、シャローム、シャローム、シャローム。